おお、むーちゃん。こんにちは。こんにちは。いつものあなたと待ち合わせ。え、猫また？僕は猫またになりました。喋った。花子の相談室にようこそ。恋の悩みね。なぜか胸騒ぎがする。やはり何者かがおりますな。あれに飲まれたと分かっているけど、いなくなった事実を受け止めきれてないんだ。お父さん。誰でもどこか寂しかったりするものだよ。大丈夫。生きる歩幅がたとえ違くても、時を超えてあなたを守りたい。早く。あの子の時間は私たちとは違います。分かってる。家族と共に。やっと見つけた。頼りになるお隣さんだな。昔からのお隣さんだから。一緒に帰ろう。行くよ。うん。ここがふるさと。